はい、7月21日火曜日、水曜日か、水曜日の相場解説になります。時間は5時50分ですね。いつもよりちょっとだけ遅めになります。早速ね、日足の方から見ていきたいと思います。こちらの方どうぞ。3、2、1、ちょっと時間がありますね。どうぞはい、ということでデイリーなんですけども、昨日一日ねリフレッシュしたんでちょっとねテンションが上がっております。ゆっくりと見ていきます。右肩上がりのこうやってチャンネルラインができて、フラッグを抜けて、そしてここに当たってですね、ちょっと乱暴なんですけども、ここからねダウントレンドが始まるっていうふうに私は見えております。ちょっとだから方針変わりましたね。で4時間の方見てみますよ。4時間の方は特に顕著になってきてますけども、あのここから値段が下がったんですよね。でさらに大きく下がったんで、ここはこの辺りとこの辺りをちょっと意識した方が良かったかなと思ったんですけども、まあ、次の日になったらねこうやって復活してきて上がってるんですよ。で下髭も十分出てますので、ここから上の方に上がるのかなというふうに思いますけども、移動平均線をこの辺で見るんですよね。そうすると綺麗に右肩下がりになってるんですよ。ですのでこれからはセルの方で取っていくということになります。直前のこの2本のヒゲ、下ヒゲと大きく上の方に出ている陽線はありますけども、全体的に見るとこれは右肩下がりのトレンドを書くんではないかなと思いますね。ですのでこれを前提に1時間を見ていくということになります。はい、ここからですね、右肩下がりが始まるというふうになるんで、今回はねちょっと変則的なんですけども、こちらとこちらに注目していきましょう。これを横に並べるとですね、110円の030にちょっとした抵抗ができるんですよ。私はここを今回ね目印にしようかと思います。で以前115円120円の方向に行くよっていうふうに全体的には考えていたんですよね。そしてバイデンさんになったらバイバイバイで取れていくんだってことをずっと長い間言いましたけども、これもいよいよ崩れる時が来たんではないかなと思います。ここからはちょっとねセルを強く意識していかないといけないのかなと思います。結局111円から110円になり、110円を割った状態が今ですからね、こういうふうに上がれば下がるし下がれば上がるんですよ。じゃあどの辺でその転換点が来るかってことをつぶさに見ていかなくちゃいけないときに、デイリーと4時間では右肩下がりが始まっているということなんで、この大きな時間軸に抵抗できないように1時間というのができています。ですので1時間もこれからは売りの方で取れていけるんじゃないかなと思います。さあそれではね、いつ頃売りで取れていけるかってことですけども、これは正直まだ分かりません。分からないんで1個だけポイントを作っておきます。こことここを結んだところです、ね、ここを割るかどうか、今2つの線でレンジができましたよね。このレンジに対して私たちがどういうふうに動いていくかってことなんで、このまま下がるようでしたら109円の695を割ってセルで、もしくは上がる可能性もまだあるんですよ。110円の030を上回ったら倍、この2本でエントリーを準備していこうかと思います。ということで今回はすごくねシンプルにお伝えしましたけども、やっぱり、ね、頭リフレッシュにして今までのことをちょっとね半分思い込みを捨てていくと、バイデンさんだからバイっていう考えは一旦捨てることができたかなと思います。もちろんバイの方に向かう可能性もありますので、今回2つの仮説を取っていきました。このレンジの中からブレイクした方に当面ついていくことによって、あとはね考えを微調整していこうかと思います。本日は以上です。いってらっしゃい。